こんにちは速の久保です今日の YouTuber さん紹介はリラクゼーションサロン和菅生を経営してらっしゃる鍵山さんですね鍵山さんね最近ライブ放送を始めてそれがね結構毎日なんですよねスタートして今日で連続5日ということなんですけどももともとね週1ぐらいで始めるのかなと思ってたらなんと毎日やってるんで私もね ちちょくちょくくお邪魔すするることにしてるんですけども、まあ、今のところねアーカイブって言ってライブそのものではなくってライブ放送が YouTube に投稿されたのを見に行くってことになってますけども今日のテーマはですねなんか走ることについて影山さんご自身の体験を語られていたんで私ね去年キックボクシングを始めたってこともあったんですけどもその前にやっぱり。 なまった体を作り変えないといけないんで、このウォーキングをね、最初2時間ほどしていたんですよ。それが5年とか6年前ですね。まずは体を作り直さなくちゃいけないっていうことでウォーキングを始めて、まあありがたいことに時間がありましたんでね、毎朝5時とか6時ぐらいから2時間ほど山道をね、こう起伏の激しいところを上がったり下がったりしながら歩くことにしたんですよ。で、最初は2時間ぐらいかかった山道コースもだんだん慣れてくると、 この活力テンポって言ってね、1秒に2歩ぐらいのスピードで走れる、歩けるようになるんで、そうなるとね、だいたい同じ道筋なのに、1時間ぐらいで行けるようになったんですよ。で、割と体力戻ってきたなーっていうのと、まあ、歩くことが安定したかなと思いましたんで、少しね、走ってみたりとか、ダッシュをしてみたりとか、そんなにたくさんはしなかったんですけどもね、その他にあに反復横跳びをしたりとかね。 でやっぱりキックボクシングにはフットワークが大事になってきますので体を上下に小刻みに動かしても耐えれるようなこのバネ作りをしないといけないということで、ね、関節の方も少しずつまあ調整してきたってところかなと思いますで柔軟性も必要になってきますんでねやっぱりこうミドルキックなり上段蹴りなどしなくちゃいけないんでね、まあ、そういったことを思い出しながら、まあ、相当昔なんですけどもね私、中学の頃にまに少し空手をやってたことがありましてね 割とこう激しい空手だったんでそんなに長いことはやらなかったんですけどもその時にね喧嘩の自信がついちゃったんですよねだから武器を持たす人ってのは人格もやっぱり磨かないと悪い方向に使っちゃったりとかまあ人をね支配する方に使ってしまうんでそこは今ね俯瞰してみると私はあの頃あんまり正しいこの力の使い方をしてなかったかなっていう気はしますねまあそこはちょっと置いといて今日はね 走ることと、その歩くことの違いについてちょっと考えてみたんでね、そのまとめたあ考えをお話ししてみようかと思います。まあ、健康のためにね、走る人と歩く人っていると思うんですよ。で、今回、それぞれのメリットとデメリットを比較してみたんですけども、健康のためとか運動のために、そういった歩く走るをされる際に、走る人、歩く人、どちらが良いか迷う人も多いんじゃないかなと思うんですよ。 で私も最初、走る自信がなかったんで、歩きにから始めたんですけども、今日の影山さんの話によるとね、人は歩ける距離は走れるっていう風な概念があるそうなんですよ。確かにそうかもしれないなと思ったんですよね。ただし、走ることってのは歩くことと違いますので、細かい意味で言うと、ちょっとこう、違うところがあるのかなと思ったんで、私なりにちょっと考えてみたんですよね。まずは走る メリットなんですけども、これ、短時間で多くのカロリーを消費できるっていうところがありますよね、走ることはウォーキングよりも消費カロリーは高くって、短時間で効率的に脂肪燃焼を促進してくれるんじゃないかなと思います。やっぱり走ると歩くを比べると、同じ5キロを走る、同じ5キロを歩く、消費時間も違ってきますからね、だから短期的に集中的に運動効率を高めたい場合は走るってことになるのかなと思います。これがメリットの1つつ目目ですね2つ目 心肺機能の向上が見込めるかなと。で、走ることっていうのは、やっぱり心拍数上げますから、心肺機能、これが強化できるんじゃないかなと思うんですよ。で、これにより、持久力とかね、スタミナとかが向上して、日常生活の質が向上するのかなと。疲れにくくなったりとか、短時間の睡眠でも回復が早かったりとかね。ひいては、体調を壊しても3、4時間で治る体作りってうのもできるのかなと思いますね。いかがですかね。<laughs> で、 スストレス解消効果が高いっていうのももつかもしれません。走ることでエンドルフィンっていうものが分泌されてストレス解消とか気分転換になるそうなんですよねだからなんとなく走る癖がついた人って走らないと気が済まないようになっちゃってああ今日走ってねえなちょっと行ってくるかみたいなノリになるのかなと思いますで走ることはいいことばかりじゃなくてやっぱりデメリットもあるわけですよ まあ例えば関節への負担が大きいんでいきなり走り始めるのはちょっと NG かなと思いますね膝とか足首などに関節の負担が大きいから当然走る時には走る用のやっぱこうスニーカーみたいなのも行ったりするかもしれないですね私は普段せったばきなんで走ることに向いてないんですよまあそれでも走りますけどもねでも本来ならば足首の負担が少ないスニーカーを選ぶべきなのかなとそして 怪我ののリリスクが高いいっっててもデメットになってくると思います。特に初心者とか高齢者の方はいきなり走ることを始めるよりもウォーキングでじっくりと地面とね仲良くなってからそれでだんだん走るようにしたらいいのかなと思いますねで2つ目のデメリット走るデメリットなんですけどもやっぱり体力が必要になってくると思いますね走るためにはある程度体力がないとすぐに疲れてしまうんじゃないかなと思うんですよ で運動不足の人は、やっぱり、それから体力に自信のない人は、途中で走ることっていうのは、習慣づく前に挫折してしまうんじゃないかなと思いますんで、まあ、無理をしないようにっていうことですかね。で、3つ目は環境への配慮なんですけども、あの道路を走るときって、自転車とか車とかとクロスする可能性って結構あるんですよ。で、車を運転してるとよくわかるんですけども、こう。 何歩道があるときは別なんですけどもね、歩道と車道が一体になっているところを走る人がいると、割と車から見てねこう、邪魔っていうか怖いんですよね、走る人がいきなり方向を変えたりとか、いきなりしゃがみ込んだりとか、いきなり何をするんだろうみたいなことがあるんで、結構意識するんですよ、でそういったことを考えると、走る人っていうのは、あ車が来たなと思ったら、ドライバーの邪魔にならないようにこう配慮していくっていうことがあるといいかなと思いますよね、もちろんあの歩行者優先なんですよ。 走る人に対して車が配慮しなくちゃいけないのは大前提なんですよ。ただ現実そうなってないんで、走る人がうっとうがらせられるっていう、まあそんな形になるのかなと思いますから、やっぱりね、道をランニングする人って、あ、やっぱりすごい配慮してくれるのはありがたいなっていうふうにドライバーから思われた方が得じゃないですか。そしてやっぱりこれはね、車を運転する人にも共通で言えるんですけども、公共の道路を使わせてもらってるっていう意識ですよね。まあこう考えると、 周囲に配慮した方がまあ、受けるんじゃないかなっていうのと精神のこの鍛錬にもなるかなと俺が俺がというよりも皆さんのおかげですって気持ちも養われるのかなと思いますさあ次ですけどもはい歩く人のメリット・デメリットですね歩くメリットって何かなって言ったら関節への負担がね少ないでしょう走ることに比べて歩くことってのは走るよりも関節の負担が少なくって誰でも気軽に始められると そもそも人って少なくとも歩いてますもんね家の中でも何でもで2つ目はだから継続しやすいと走るよりも運動強度が低いから長く続きやすいっていところがあるんじゃないですかだから自分の目標設定した場所まで行って帰ってくるみたいなねまあ私は最寄り駅まで歩いて行ってで帰ってくるみたいなことをしますけどもそれでもね田舎町ですからもうね山道なんですよ本当に過疎の駅に行くってなかなかね撮影の被写体としても面白いですからね それから道行く人とかが結構ね気にかけてくれるっていうありがたさもあります。はい。まあその他全身運動にもなるってところが歩くことのメリットですかね。うん。血行の促進とか代謝のアップになるかなっていうところがあります。はい。で、デメリットなんですけどもカロリー消費が低いってことになります。歩くことって確かにカロリー消費しますけどもあくまでも走ることに比べたら同じ時間あたりのカロリー消費は <laughs> あの少ないってことになるかなと思いますよね。まあ、それでも歩くことによってすごくいい効果はたくさんありますんで、あの、歩いた方がいいと思いますけどもね。で、目標達成に時間がかかるっていうところがここにかぶってきます。短時間で効果を上げるのが難しいかなと、うん。走ることに比べてですよ。でも、ゆっくり運動したい人には向いてますよね。三つ目のデメリットは、単調になりやすいんですよ。歩くことって、走るほどに刺激がないんで、 飽きてしままう可能性がありますだから飽きないように景色を楽しんでいったりとか音楽を聴きながらやったりとかねそれから街行く人にご挨拶したりとかであの私の場合はね頭の中でいろんなことを想像しながら歩くんですよね例えば歩きながら見える風景で今爆弾が落ちてきたらどうなるかなって宇宙人が来るとしたらあそこかなみたいなねバカな想像しながら歩くとあっという間に目標コースで行けちゃうんですよで結論なんですけども どちらを選ぶべきなんでしょうかどちらを選ぶべきかどちらが良いかは個人の体力や目標とか <laughs> 体調によって変わってきますね <laughs> だからねメリットデメリットを今回整理しましたけども重要なのは自分に合った運動方法肉体的にも精神的にもねそして歩くって決めたら歩くことに固執せずにちょっと走りたいなと思ったらまあね1 0ルでも走ってみることじゃないですかで走るって決めた人が走ることばっかりやるんじゃなくて たまにはね、歩いてみるっていうことで、ちょっとこう、歓喜をつけてみると、もっともっと面白くなるのかもしれませんね。はい。それではね、今回、この、私の動画のネタを下すった、あリラクゼーションサロン、ワガンセさんの、えー、影山さん。<laughs> 影山さんとの対談が決まっております。えー、健康ですとかね、癒しに対して、まあ、いろんな考えを私も引き出していきたいので、専門家たる影山さんに、その辺をね、 いろいろとお伺いしようかと思っております。9月の17日21時から皆さんもね、えー、ぜひね、お楽しみに健康について癒しについて一緒に考えていきましょう。ズーム対談になりますけども、ズームの URL はまだ発行してませんので、まだね、出来上がりましたら、この YouTube チャンネルでお知らせしようと思います。よろしくお願いします。それでは今回は以上です。いってらっしゃい。